はい、広島参院選ではですね、自民党から西田秀則さんが候補として出てるわけですけども、西田さんはね、やっぱりクリーンな政治を目指されているというところなんで、絶対にこれやっていただきたいなというところがあります。それはですね、河井案里さんの歳費返還です。今も訴訟が起きてますけども、ここに参加しないで何がね、クリーンな政治だと思います。結局は自分の所属している自民党に忖度して、自民党に尻尾を振ってですね、国民に対しては腰が低いような気はしますけども、もっと低いのは自民党に対してですね、もうね、政治家っていうのはね、誰のために仕事するのか、それは国民のためではなくて政治政党のために仕事してますね。西田秀則さんがこれになぜね、注目できないのか、ここになぜね、声を上げられないのか、本当に気の毒な気もしますし、こすいような気もしますね。西田秀則さんの笑顔、それが 100% クリーンな笑顔に私は見えない。申し訳ないんですけども、西田さんに恨みはないんですが、なんで臭いものに蓋をするのか、自分の所属している政党にもう改革をね、訴えれなくて、何が政治改革なのかと、何が日本を変えるんだと私は思いますけどね。今回ね、河井案里元被告の歳費4900万円の返還を求め提訴へ、広島住民と書いてます。西田さん、この動画を見てることはないと思いますけども、これについてあなたは賛成ですか、反対ですか、これは私聞いてみたい。どうでしょうか、西田さん。4900万円の河井案里買収事件に関しまして、この5000万ものね、巨額な費用、不徳に搾取していた河井案里を、あなたはどう思いますか。西田秀則さん、どうなんでしょうか。この問題を何とかせずに、自民党は次の選挙に向かっていいんでしょうか。また不正が起きるんじゃないですかと思いますが、いかがでしょうか。西田さん、私は西田さんを信じたいと思いますが、この問題に蓋をしている限り、結局西田秀則さんもこういう人とね、同じなんだなと思わざるを得ないです。絶対に一票投じるべきではないと私は思いますね。では、失礼します。